トリニダード政府鉄道は、かつて1876年から1968年12月28日に、かけてトリニダードトバゴのトリニダード島に存在した鉄道会社である。トリニダード島の鉄道路線図トリニダードトバゴにおける、鉄道の歴史は1846年に、民営のトリニダード鉄道会社の設立に遡る。 もともとハーリマとポートオブスペインを結ぶために建設されたが、1880年にクーバ、1882年にサンフェルナンド、1897年にクナポ、1898年にタバキテ、1913年にシパリア、1914年にリオクラロエット順次延伸され、路線網は最大で 173km に及んだが、 第一次世界大戦後の自動車の出現により、シェアを奪われ、1953年4月から部分廃止が始まり、1968年12月28日をもって、トリニダード政府鉄道は完全に廃止された。主要な駅、終点及び分岐点は以下の通り、109系に編成4両イギリス国鉄から1960年代に譲渡され、 全廃まで活躍した。廃止後は、沿線の大半で線路が撤去されたが、旧ポートオブスペインの駅舎をはじめ、多数の施設が残存する。車両については、サンフェルナンド駅跡の近くに、最終列車を牽引した、キット村製の11号機が、ハンスレット製の D 号機が、ポートオブスペイン私立博物館で、生体保存されている。2008年4月11日に、 二つの新しいトリニダードラピット鉄道の旅客路線の建設が計画され、トリニトレーン協会が選ばれたものの、2010年に計画は中止となった。ありがとうございます。